網走湖で毎年行われるワカサギ釣りは、寒さが厳しくなるこの時期に冬のイベントとして定着しています。今年も湖は30センチほどの氷が張っています。ワカサギ釣りは氷に穴を開けるところから始まります。テントの中で小さな子どもも挑戦します。糸を垂らし、しばらくするとワカサギが釣れます。すごいね。寒さを体験しながら臨む網走湖でのワカサギ釣り、氷が緩み始める前の3月中旬まで楽しめます。